こんにちは。今日は桃の花を折っていきたいと思います。使うのはピンクの折り紙5枚です。それでは作っていきましょう。まずはじめに三角に折っていきます。同じく三角に折っていきます。そして広げてください。そしたら角と角を真ん中に折っていきます。こちらも同じく折っていってください。そして広げて、また次はこの線に合わせて折っていきます。こちらも同様に折っていきます。そしたら裏返して、ここを真ん中の線に向かって折っていきます。そしたらもう一度裏返してください。折り目のついているところを折ってください。ここも同じく折ってください。そしたら次に中心をここの線に合わせて、角に合わせて折っていきます。そしたら反対側も同じように折っていきます。折れましたか？そしたら両角を少しだけ内側に折ります。そうするとひっくり返したら花びらが出来上がります。残り4枚折っていきたいと思います。はい、桃の花の完成です。みんなも作ってみてね。